説の方を受けていただけたらなと、はい、日本で多分同世代の中でトップ5ぐらいには入ってるんじゃないですか。将来なりたいぞみたいなところってありますか。いい質問です。どうも、手術室の道は、はい、ということで今回はですね、田畑さんにお越しいただいたんですけど、僕ら株式会社ダイアリーという会社をやってるんですけども、田畑さんに入社してもらうということで面接の方を受けていただけたらなと、はい、今回は田畑さんが僕らの会社に入りたい前提で進めてもいいですか。はい、わかりました、はい、じゃあそこはもうお約束として、はい、ありがとうございます。田畑さん、簡単にまず自己紹介からお願いします。あ、はい、田畑慎太郎と申します。いろんな会社のスタートアップの顧問をやりながらオンラインサロンもやったりとか、うん、本を書いたり YouTube をいろいろ出して7万人ぐらい見てもらったりとか、そういったことをしながらプラプラ生活をしています。企業を選ぶ軸みたいなところってどういったところにありましたか。はい、創業者かサービスやメディアが魅力的か、うん、このどっちかです。それで言うと我々は どうですか。しゅんさんは面白いと思います。あ、ありがとうございます。田畑さんが入社した場合、直属の上司は松原になると。そうなんですか。その点ではいかがですか。別に松原さんだからダメとかそういうことは言ってないです。ありがとうございます。そういった中で田畑さんがここは強みだとか武器だなって思うところってありますか。新しく立ち上がったメディアを広告営業サイドから作っていくっていうことに関しては、うん、日本で多分同世代の中でトップ5ぐらいには入ってるんじゃないですか。新しいメディアが立ち上がった時にどういうふうにその価値を定義して、うん、こういうお客さんに行ってこういうふうな角度で叩いたらお金が出てきて、うん、その後ドミノ倒しの1枚目のクライアント倒したらそれが自然とわーって3年か5年ぐらいかけて広がっていくみたいな、みたいなのは大体パターン頭の中にあります。これからこういう風になっていきたいとか将来になりたいぞみたいなところってありますか。いい質問ですね。おっさんなんで自分より年下の人たちと関わることで自分の感性を若く保ちたい。仕事をする上でチームプレーをすることが多いと思うんですけど、田畑さんは個人で立ってるのでチームの連携が取れにくいって思ってるパブリックイメージがあるんですけど、その点はどうだと思いますか。ツイッターとか YouTube での田畑っていうのはあくまでピン芸人みたいなところがあるんですけど、会社の中で仕事するときっていうのは少なくとも常識的なレベルではめちゃくちゃチームプレーだと思います。うん、それはめちゃくちゃ思いますね。こういうチームにいたいなとか入りたいなって思う条件もしくは要素ってありますか。自分がだから役に立てるか、うん、で自分は逆に何を得られるか、うん、経験とかこの2つがなんか見合ってれば。なるほど。逆に僕が入ったとして何がどうなったら自分がパフォーマンスを発揮したと言えるんでしょうかね。期待させていただいていることとしては、今コンテンツの質を上げるっていうところ以外にまだそのコンテンツが届いてない一番届けたい層にリーチをするっていうところが結構私たちの目標であって、田畑さんのこれまでの経験とかノウハウみたいなところを生かしてちゃんと届けたいところに届けるっていうところでご活躍いただきたいなと思います。具体的にどういうこと。例えば大学と連携をするとかいろんな方法があると思うんですけど、多分私たちがまだ考えられてる方法ってすごい少ないとか、もっと優先順位がつけられたらいいなとかいろいろ課題があるので、そういったところをアドバイスいただけたら嬉しいです。なので田畑さんに僕らの展開の方針とかの壁打ちとかはぜひさせていただきたいなと思います。わかりました。ということで一連の面接が終わったんですけど、じゃあ合格か不合格か結果はせーの、採用でございます。おめでとうございます。目標いくらなんですか。17万スタートですよね。ぜひ今後とも頑張りたいなと思います。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。